GQ ルックスさあ、ワンパンしたい。ああ、確かに最近寒いよな。耳に大根でも詰まってんのか。いいから聞けよ。実は前回の動画で、GQ でもワンパン可能か検証していてね。そんで、こう思ってしまったわけですよ。震度有塩酸は、まだ参る、じゃないか。ってね、前に参り続けてると思うけど、まあいいや、でなんでウルクススなの？いやー登録者1000人に感謝を伝えるなら、行動で示すのが男だと思ってね。今まで断念していたあることに挑戦してみようかなと。これは何がヤバいのかは、見ていただいた方がわかりやすいと思うので、早速一狩り行きましょうか。なんだ、いつもの投げないくさいしか、ウルクススなら3個で眠りそうだし、特に難しいことなくない？いつから3個でいいと錯覚していた？ウルクススに必要な個数は、4個だ。まさかお前。ああ、投げナイフ4個でなきゃ即リタイアだぜ。これ3個取るのとそんな変わんなくね、と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、この採取ポイント最高6回しか取れないんですよね。4回しか採取できなかったら全部投げナイフじゃなきゃいけなくて、リタイア回数が目に見えてひどくなるんです。これ何が面白いって、投げナイフリタイアが多くなるほど、この間に痛恨会心何回引けたかな、って気持ちになることですよ。ソロでは苦行すぎてクシャル回でマルチに逃げざるを得なかった、この先の見えない挑戦を、今回こそ成し遂げてみせる。絶対に成し遂げるまで成し遂げるまでは絶対に、諦めない。いやまだ参る。いやいつかは出るか初めてだよ。ペイントボールに殺意が湧いたのは、だがまだ折れんぞ。今回はいけそうな気が。いきますよ、いけいけ。ちょっと待て！やめましょう。うん、それがいいと思うわ。冗談抜きで。でね、こんな感じでもうソロでやるのは厳しいんですよね。たとえ倒せる体力だとしても、投げないフリタイヤと痛恨会心 7% を合わせるのは、主要層でもきついと思うんです。まあ、これはしょうがないんじゃないか。多分許してもらえると思うよ。だから今回はもう、違う武器でいこうかなと思います。はい。違う武器で挑むぞ。そういうのは両つべだと規約違反だよ。いや何の話。さて再挑戦の前に、武器の解説をしておきますね。今回のこの武器、なんとグラディスよりマイナス回心が 10% 高いんです。今までの火力を維持しつつも、痛恨回心の出る確率を高められる。まさにこの企画にうってつけの外見です。今まで散々ネタにされてきたボルゴさんの外見か、こんなところで輝けるなんてな。いや、そんなことよりさ、変わってなくない？まりさし、たかだかマイナス回心 10% 上がったぐらいじゃ、仮に対して影響はないんだ。7% が 10% になったって、投げナイフが出なきゃ結果は同じだし、体感的に出やすくなった、と思うかと言われたらそうでもないんだよ。気持ちが少し軽くなるくらいかな。やっぱりそれにソロだとリタイア案件多いからね。乱入ゴリラが罠かかったりするし、先行玉当てなきゃ罠は怖くて仕掛けられない。もしこれやってみたいなと思う方がいらっしゃいましたら、ソロでやるのはおぬぬめできませんぜ。必ず狩り友と挑んでね。まあどうなんだ、全く状況変わってないけど、いけるのか。舐めてもらっちゃ困るぜ。諦めないって最初に言っただろ。今はこんなポジティブな気持ち持ってるぜ。いけるって言いたかった。過去形で草。閉じればかやろう。おーしゃー、うおー、やばいな、ついにやりやがった。震度有塩酸はソロでもまだ参るんだって証明できたんじゃないか。あー間違いないぜ、最高の気分だよ。ギモジーというわけで、今回は震度何を勘違いしているんだ。マリサシ、まだソロの検証しかしてないよ。何が言いたい。決まってるじゃないすか、これからマルチでやるんだ。ルルを、いやこれ見た後にやんのはすべこべ言わずに手伝えばいいんだよ。この脳みそお花畑。おいおい、死んだなあいつ。いやいや悪かった悪かったから、全員にやらせるから許していたい。マジで痛いから本当。そういう話じゃないって、痛くなんだ。それハリトリの時代まで死んだモンスターって買いまって、その人から連れてきたんだよなって話。だがことは。というわけでもう一人強制的に連れてきました。オストガロアの背中ピッケルできるときに無理やりリタイアさせられた霊夢です。よろしくね。3人集まったので、もう挑戦してもいいんではないだろうか。つがいのかゆう、リオレウスとリオレイアに。マジか、 GQ だぞ。体力は今までの奴らと格が違うはず。それでもやるんだな。ああもちろんだぜ。
陸の女王、空の王者を一撃で倒せる。天上天地無双の一撃、としてこの狩り技を使うハンターが増えるかもしれないだろ。やるしかない。だがそのためには協力してもらうしかないんだ。頼んだぜ、二人とも。たく、しょうがねえな。ついに G 級比竜王神と竜炎山がワンパンしやがった。ここまで長かったな。だがこれからは神と、お前が絶対回避と並んで優秀だと言われる日もそう遠くはないかもな。神との成長は、これからだ。千人もの皆様、いつも見てくれてありがとうございます。先日、スマホを見たら温かいコメントで溢れていました。心が鍛えられました。こんなに優しい方々に見てもらえていることが、支えになっています。その気持ちがこの動画で伝わっていたらいいなぁ。というわけで今回は検証編パート4でした。次回はなんやかんやで錬金系をやりますので、よかったら見てね。ではでは。